今回は千葉・習志野・船橋・市原の動画をお送りしていきます。今回は千葉市・習志野市・船橋市・市原市で人口200万人を超える妄想合併をして強力な都市に挑む企画動画をお送りしていきます。企画対象は最強注意政令市とも言ってもよい福岡市・札幌市・川崎市・神戸市です。果たして千葉・船橋・市原・習志野連合はこのレベルにあるのでしょうか。今回もいつもの良い証拠の都市データをランダムに選定して実戦対戦させる形式で検証していきます。1試合目、学術研究業人口密度の川崎市の検査地、年少人口比の福岡市が2位。2試合目、インフラ業課税対象所得年少人口出生数で千葉船橋市原習志野市の解消、医師数と歯科診療所数の札幌市が2位。3試合目、卸売業従業員数経常収支率の福岡市と加重鉄中間人口密度財政力指数1万人当たりの刑法犯の少ない川崎市の勝利。第3試合終了時点、川崎市は首位の序盤戦、福岡市と千葉船橋市原習志野市が追う展開です。4試合目、製造業アフカ活躍製造品資格で千葉船橋市原習志野市の1点差勝ち、人口増加率と卸売販売額の福岡市が2位。5試合目、インフラ業と農業産出額の千葉船橋市原習志野市の1点差勝ち、建築床面積と商業販売額の福岡市が2位。第5試合終了時点、千葉船橋市原習志野市が首位浮上しています。6試合目、年少人口と小売業従業員数の千葉船橋市原習志野市、実質交際比率と自転項目多数の札幌市の勝利です。7試合目、情報通信業と経常収支率の福岡市の勝利、中間人口密度と財政力指数の川崎市が2位。第7試合終了時点、福岡市や千葉船橋市原習志野市との差を勝ち点5差に縮めています。8試合目、医師数と小売業売り場面積の札幌市の1点差勝ち、出生数の千葉船橋市原習志野市と飲食店数の神戸市が2位。9試合目、課税対象所得製造品失格インフラ業の千葉船橋市原習志野市の解消、年少人口比と商業従業員数の福岡市が2位。最終戦、農業畜産と小売業従業員数の千葉船橋市原習志野市の勝利、医療福祉売上の札幌市が2位。全10試合の最終結果が出ました。千葉船橋市原習志野市勝ち点75、福岡市勝ち点54、札幌市勝ち点36、川崎市勝ち点34、神戸市勝ち点14。6回1位を取る強さで千葉船橋市原習志野市が優勝、安定した強さの福岡市を大きく上回りました。札幌市が3位、川崎市は4位、神戸市は苦戦の5位でした。この結果、千葉市と船橋市と習志野市と市原市という千葉県中心部プラス重工業エリアの200万都市ならば上位政令市と言っても良いレベルに到達できることが判明したかと思います。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつこの動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。本当に励みになりますので、ぜひとも高評価とチャンネル登録などよろしくお願いいたします。また動画の感想コメントやリクエストもお待ちしております。概要欄などから別の動画を見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。